デートなんだ。いいな。この子は私の友達のナオコ。お金持ちで私にないものをすべて持っている。ナオコ。あ、じゃあ行くね。バイバイ。バイバイ。いいな、彼氏。私もナオコみたいに幸せになりたい。え、何これ。人の幸福度のおよそ 50% は遺伝で決まる？ 50% も遺伝で決まってるなんて残酷よね。え？あなたが今幸せと感じないのなら、あなたにとっての幸せを思い浮かべてみて。ナオコみたいになりたい。私が変えてあげるわ。あれ？変わってる。どうしたの？何でもない。そういえば今日デートなんだ。え、いいな。でもねね、お金持ちだし、そんなに綺麗なんだからすぐにいい彼氏ができるよ。そんなことないよ。そうかな。私がお金持ち？マコ。あ、じゃあ行くね。バイバイ。バイバイ。お金持ちにはなったけど、まだ足りない。今日デートなんでしょ？え？デート？あ、うん、いいな。私も彼氏欲しい。彼氏なんてすぐできんじゃん。そうかな、うん、なんかいい気分。ねえねえ。あ、じゃあ行くね。バイバイ。前の私とはもう違う。でも、もっとナオコの幸せが欲しい。今日映画行くでしょ？ごめん、今日用事ができて行けなくなっちゃった。前から約束してたじゃん。本当にごめん。最低。なんでこんなにナオコに当たってんだろう。え？なんで？あら、まあかわいそうに。幸せの半分も生まれる前から決まってなんてないのに。幸せって半分も遺伝で決まってんのか。ねえねえ、50% も遺伝で決まってるなんて残酷よね。